皆さんこんにちは。この映画は自閉症で知的障害のある中学生の粘土職人よっちゃんが働きたいという思いがあり映画制作をされました。多様性のある時代と言われています。障害があるなし関係なく個性が生かされる社会をという思いでドキュメンタリーではなく粘土職人よっちゃんが社会参画し地域の人々と共に制作を行いました。それでは皆さん予告編をご覧ください。恋愛上手の人形って知ってる？何ですかそれ。怪物。ずっと前から好きだったんだけど付き合ってくれる？本当？よろしく。よろしく。ミリちゃん、私彼氏できちゃったよ。はい、人形はここまでです。願掛け人形はここまでです。これよりうちの仲間です。私たち納豆女子だから粘り強くいかなきゃね。空前の願掛け人形ブームです。人間の欲望を叶えてくれる特別な人形みたいですよ。人形っていうか怪物ですね。好きな人います。薄井ってさ、今何の仕事してんの？どうした？人形が欲しいか。欲望を叶えたいか。うらー、はい、ヒット、ヒット、お金だ、元気だ。よっちゃん、よっちゃん、人形欲しいんでしょ？欲しいです。欲しいよね、うすいさん。空っぽなの。なんかあるでしょ。出てきてよねー。